はい、こんばんばは、えー、今緊急で動画回してるんですけれど僕昨日まで診療していまして今日と明日がお休みで,で1月3日から銀座で診療開始するわけなんですけれど、まあ、今日はですね「あの紅白歌合戦」録画してあったのを、まあ、見てて。 でその「紅白」の自分の感想っていう動画をアップしようと思ってまた撮影もしてないんですけど、まあ、その準備をしてる最中に、まあ、皆さんご存知の通りあの石川県で大きな地震が発生したわけですよねで、まあ、被害状況、まあ、テレビとの中継ずっと見てるんですけど、まあ、徐々に徐々に分かってきたんですけどまだ本当に分かってることってごく一部だと思うんですね。ひょっとしたらたらくさんの被害が出てる あのもう被害は出てるんですけどもっともっとね自分たちが想像してる以上の被害になる可能性もあるわけですなのでまあ今日もねあの動画上げるかどうか迷ったんですけれどまあその「紅白」の動画はとりあえず今日はペンディングにしてあげないでおきますでそれ以外のねあの普段通りのまあ、僕の、ね、動画 あげようかどうかかどど、迷ったんですけれど、まあ、僕基本的に毎日投稿しているんで僕の動画を見るっていうのが視聴習慣になってるっていう人結構多いんですよねでまあ,あの被災地の人もあるいは被災地以外の人、まあ、僕らみたいに比較的安全なところであの暮らしてる人まあ 安全なところで暮らしててもやっぱりこういう時ってね、すごく不安が強いんですね。で現地の人はもっと不安が強いです。で現地の人でも、現地じゃない人でも、僕の、ね、視聴者さんってたくさんいると思いますので、まあひょっとしたら僕の動画を楽しみにしてた人もいるんじゃないかなと思って、まあ、今回はまあ緊急でこういう動画を上げさせていただく。 ことにしました紅白の動画はちょっとンンディングささせてください、まあこういうその不安が強い時ってその非日,日常的なことがどんどん入ってくるので余計不安が強くなるんですよね。こういう時はまあ日常的なことっていうか。 ある程度まあ、難しいと思います。現地の人たちはすごく難しいと思います。けれど、まあ、日常的なこと、ルーチン的なことをこなすことによって気持ちが安定するっていうのはあると思うんですよ。なので、特に今ね不安が強い人なんかは僕の動画をね。毎日見てて、それで心が癒せ癒されている人もいると思うので、まあ、逆に上げた方がいいかなと思って。まあ、今回はこういう形で広告を外して動画を上げさせていただいております。 で今日はねその元旦でね、まあ、普通通り起きてで、まあ、東海学園、ね、元旦稽古柔道部の元旦稽古っていうのがあるんで、まあ、それに出てですねでその後お昼ぐらいに家戻ってきてでその後紅白」を NHK プラスっていうのでさオンデマンドで見れるんでそれで見てたんですよ。まあ、昨日の夜も見てたんでですけどねでそれでまあ 出演者とかメモを取りながらどういうことを話そうかっていうことを考えているときに、まあ、地震が起きたわけですよ。まあ、こ名古屋のお家なんですけどここにいるときに地震が起きたんですけど、えー、っと石川県では最大で震度7っていう情報ですね。うん、で能登には大津波警報がまあ出,出ている状態ですね。でマグニチュードはですね今のところの情報だと7.6で、まあ、震源地は能登地方。 ですね、だから日本海側でこんなに大きな津波が来るってまああんまり皆さん想定してないんですけれど、まあ、こういうこともあるんだなって本当にびっくりして、まあ、とにかく現地の人今すごくつらい状態だと思いますで、まあ、とにかく、まあ、津波が今来てる状態なんですけれどこのあとねさらに大きな津波第2波第3波っていうのもえ来ると思います。で後かからら来るる津波のの方が大きくくなってくるしこれから満潮の時間をに なってですねさらに大きな津波になるっていうことが警戒されるんでもう多くの人はね避難されてると思うんですけどまあ、なるべくですねまだ避難できてない方はできるだけですね高いところ安全なところにですねとあの海岸から遠いところにですねあの避難していただくようにしていただいて、まあ、河川とか海岸の方にはですねもう決して近づかないように注意していただきたいと思います。ででまあ、今現在避難所でね あのいらっしゃる方でも、まあ、このね北陸のすごく寒い時期にですね本当に大変だと思いますんで、まあ、この動画見てですね少しでもその日常を取り戻すっていうのは、ね、難しいと思いますけれど、まあ、少しでも安心してくれたらいいんじゃないかなと思います本当に辛くて大変だと思いますが。はい、ということで,で今のところですね情報を追ってるんですけど原発に関しては 異常は確認されてていいていいいいなっっう情報が入っていますね、うん、で石川県志賀町の北陸電力志賀原発1号機、2号機これは、えー、運転中止中なんですけどまあこれも異常は確認されていないとあとは新潟県にある東京電力柏崎刈羽原発 これれも異常は確認されていないなとあと関西電力の大井高浜美浜の各原発あと日本原子力、えー、発電敦賀原発これいずれも福井県の原発なんですけどまあこれも異常は発見されていないっていうことです、まあ、東日本大震災の時僕すごく記憶に残ってるんですけどまあその時の津波に比べると比較的小さいわけなのでまあ あのまあ、これからもねもっとこのあとすごく大きな津波来るかもわかんないんですけど、まあ、原発無事であって欲しいなって思いな思ます、はい、原発にダメージを負ってです、ね、放射線が漏れた時はです、ね、もう現地の方たち本当につらい思いをすることになりますので住んでる方たちもです、ね、移動したり健康被害が出るってことがありますので、まあ、原発が無事であることもあの強く僕は願っております。 はい、あとは、まあ、停電の地域がすごく多くて、まあ、これも暖が取れなくてね辛いと思いますしあるいは火事も起きている状態ですよねテレビで画面で撮っていても、まあ、まだ被害状況が、ね、詳しく分かっていないんですけど火事が出ているとあと住宅の倒壊とか土砂崩れとかも起きているわけですよね、まあ、一番大きいので震度7なので震度7だったらです、ねまあ、弱い家屋なんか結構崩れてしまうんじゃないかなと。 まあ少しでもね被害が少なくなくるように乗っております僕は名古屋にいたんですけどさっきの情報だと大体ね僕がいる地域は震度4ぐらいなんですよねで結構長い時間揺れたので、まあ、これだけですね北陸と離れてるこの名古屋の地でも震度4で大きく揺れてまあ何か物が壊れたりとかはないんですけれど。 あの上に吊るしてる電気とかですね時計とか吊るしてるのがすごいグラグラ揺れて、まあ、かなり長時間で僕はその地震が来るたんびについにあの東海大地震が来るのかとか思っちゃうんですよね東海大地震っていうのはもう30年ぐらいもっと前ぐらいからかなもう来る来るって言われててずっと来ていない地震なんですけれどそれが来る前に阪神・淡路とかあと東日本とかですね 北陸の方とか北海道とか熊本の方で大きな地震があってくるくるって言われてる地震が来なくてあのくるくるって言われてないそんなに言われてないあのところで大きな地震が起こるという状況なんですね。なので結局日本の地震ってあの日本全土いつ来るかわからないっていう状態なんですよね。なので本当に 日本に住んでいる以上はこういう自然災害というのは本当に常に気をつけないといけないなと、はい、考えております。ということで、まあ、今回の動画は終わらせていただくんですけれどまああの本当は僕できる限りいつも通りの動画をですね毎日投稿をしたいと思っております。た、はい、ただやっっぱりあのちょととふざけ動動画画かね面白い動画を今日 アップすることによってそれで心が救われる人もいると思うんですけど逆に不快を感じるる人もいるかもいいかかわらないです今すごくつらい思いをしているのに安全な地域であの僕がですねちょっとお笑い系の動画を上げるとそれを不快に感じる人とか不謹慎だって思う人もいるかもわからないので今回はまあ広告外してこういう動画を上げさせていただいたんですけど、まあ、なるべく早くいつも通りの 楽しい動画とか面白い動画とかいろんな動画をね上げさせていただきたいなと考えております。今日はこれでおしまいにさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。えっ、えー、と、被災地の方はですねあの、少しでも被害が少なくなるように祈っております。まあ、力になれることがあればあの、させていただこうと思います。ご視聴ありがとうございました。